本当フォールアウト過疎すごいな、うん、昨日5時6時入ったら俺ともう一人2人ぐらいしかおらんかった、うん、マジかーと思いながらフリップやるおらん時は本当にもう3人レベルしかね、フリップの人が多すぎてね、あの常連が入れんことなりよんのよ、うん、それで高レブパーティーが組めんのよ、はい、悪循環になっててエンドコンテンツ行く人がおらんのよ、一人になってるあと何もわからん低レベルの人が入ってきたりとかさ、うん、地獄になって悪い方に対応しよう。ハードレベルのイベントクリア不能レベルになってきたもんね。そうそう、めっちゃむずいよね、ソロでやるとあんなん結構きついぞ。どれもノーティスかの、うん、もうノーティスほぼクリア不能になったもん、ね、うん、クリア不能誰も多分あと誰も落とさなくなったっけ。そうそう、もともと戦闘とかじゃない俺が頑張ったところだったんで。また昨日あの誰もいねえからソロでオプスやるかってレイリオプスだけならパパパパって入ってきてさ、ウォーイって思いながらパーティー誰もカジュアルすら組んでないやつらがうろついてんのにオプスになった瞬間ファーって入ってきてマジかと思ったらそのな新規プレイヤーも入ってきてて、それで入れない人が他のオプス立て始めてかわいそうやから新規プレイヤー蹴ったんだけど、あの結局その人は合流することなくソロでやっててかわいそう。低レベルもやる人かなと思って、ま、しばらくは待っとったんやけどね。そうね、あのオプスチームに入ってオプスやらない人とかいるもんね、うん、よく分からずにとりあえず入ってぼーっとしてる人がいる、うん、いや、やってくれるのは全然いいけど、うん、全然1でも別に俺は文句言わんけど、ちょっとねずっとこうアップリンクやから全然アップリンク入らないつらいやつ全然いいんやけど、うん、最初の最初のさダブルオプスのやつのなんだっけ回復と何かのやつがめちゃめちゃ辛くてさ、俺ソロでやっててずっとゴリ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 あのあれハメ臭いよな。打ち切れてたよ、一人クリアしてる。ヒロヤまだクリアしてねんかい。そうだよ、毒サルペンギン。おお、ほら、あれはしゃあない、ほら、あしゃあない、プレッシャーをかけてどんどんしくらせる。パワハラガイズ、こら、あー、むずい、これむずいぞ、これむずいぞ、次やったら首、あ、おお、こら、首、あー、やべ、首退職、次、やった、退職届け、やめない、おお、お、間に合うんじゃねえか、3秒、2秒、1秒おー、ゼロ秒ゴール、奇跡の男や。つか俺今週入って暖房一切つけてないよ、すげえ。寝ぶかあの昼毛布を着て粘り読んだやけど。手が冷たいやん。手がコントローラーがな、そのキックするときに指が震えてさ、あの普通の人をキックしたらやべえなと思いながらデイリオブスでプルプル手震えてる。意外と来たりしてれば意外と耐えれるんだけど、手がそう、手がきついよな、手がきつい、足はこたつでとか体は毛布でとかなんとかなるけど、もうこたつです、すごい省電力中ちゃんになってる、いや気をつけた方がいいよ、多分もう俺も見てないけど多分1万超え余裕してるもん電気代。ほんとやばいんだって電気代、もっと上がるんでしょ、これただのジャブでしょ。あ、そうだ、うん、そうそうそう、ジャブって結構上がってる、
その同じく一人暮らしなんすよとか言ってる人が1万6000円でとか、いっって感じだったから。まあまあやばごめん、なんか俺を襲おうとしてるやつがその一緒に落ちていったやめろや、一緒に爆弾巻き込まれたのボッとしときゃいいのに。ヒレアに爆弾を捨てるお仕事やめろよバカかこいつヒルヤが生き残ってくれたら危ないよ危ないよ。お茶終わったプレイ中ですって出るけど確かに、ね、終わらんな。アウトフォアナウラウンド終了まで待ってくださいってか明日かしょうがねえな、うん、無理やりオプションから見てるしかないんだと報酬もらえなくなるじゃないですかこれやったら食べたるね。お、粘るー。あ、爆弾がバグっとんな。変な模様が。おー、うまい。うまいけど吹っ飛ばんな。爆弾投げながら自分が落ちていったんやけど、隙間に。爆弾投げながら隙間にそいつが落ちていったんやけど、どうせ爆弾だけ気持ちよく飛んでいって自分は海の中落ちていったんやけど。ね、働きありかみたいな。はい、出た。早かったな、思ったより。軽いな、やっぱこのゲーム。タッツンとこニューロ光ないの。俺んちももういい加減100メガって遅いんだね時代になりつつあるからさ。ああ、どう。遅うなんだ。100メガもうダメよ。これで遅いやろ、最近。今は今、数百、数百メガ。100で安心してた。100出ればいい方と思ってたんだけど、俺、だいたい90ぐらいしか出ないんだけど、やっぱきついわ、当たりが。その、ビビックで100の方に契約したから、もう勝ち組や。え？あーれー。アビビってなんすか。じゃあニューロに行く。うざっ。入ってでもあれなんやね。インストールしてないゲームでも誘えるんやね。ソロショーやっていい？いいよ。エクストリームスクワットショーがあるな。エクストリームスクワットショーやるか。結局悔しい。エクストリームです。復活なしらしいよ。死んだら終わり。おお。エクストリームペンギンです。田中エクストリームです。まあ、今日は軽く1時間やって1時間ホールがホールアウトやって終わりかな。ちょっと仕事もあるからさ。おお、仕事中もそんな手寒いのに頑張ってんの。やってるよ。ブルン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 。いや頑張ってるな。ブルンブルンがブルンブルンほど合わない。山本がサリースレイ心臓倒してるな。1ヶ月経ってねえんじゃねえ、やり始めて。くそー、ルルさん相当やってんやろ。どの方も。ウィンちゃんのあの半年に及ぶ戦いよりも及ぶ戦いが。あの微妙にああって言いながら。最後6月、8月、10月。最後10月って無口になってたの。無ハートになってるのに疲れ果てて。勝つときあっさり。山本は毒のやつでクリアしてた。強いな。あいつもつセミみたいなやつ使えるから、それでなんかしのいでたらしい。そうそう、ここにはまればね。
うまくいけばどれでも。うまくいけば基本的にあの、お前らもやりなさいよ。ブロックがないって。守れないで死ぬよ。ブロックがない。毎回こう言いながら負けてる。そういう時は相手の相手の敵がでかいやつだね。入れない時に。あ、落ちた。かっこ悪い。落ちた。ダメだ、俺、ヒロヤ、俺はもうダメかもしれん。そんなことないもん。お、ほい、よいしょ。なんとか、最低限。ポン、スポーン、ほい、よっ、ポーン。最後巻き返した。トゥーティ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 ー。あ、負けた、嘘、これで負けたの。エクストリーム、エクストリーム、エクストリーム厳しいな。エクストリームなのにダメだったや。エクストリームやけみんなうまい、腕に自信なっちゃう。あ、残ったとか違う、そうそうそう、違う団長のマーク。やろっか、エクストリーム。強えな。はいはい、結構頑張ったと思うやけど巻き返して。動物使いだもん、ペンギン使いの団長だもん。ああ FF11 か12の話してた。全然初に動物でもないから何を扱ってるかわかんない。レインボーマン初。ストーリー進めるかと思ってやってたら、うん、ストーリーになぜかずっとついてくる新規の人がいて、そういうゲームじゃねえんだけど、俺が何やってるか、俺が何やってるかわからんのやろけど、同じくらいチラ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 でも俺も自分のストーリーでなんか物見つかんねえってずっとやってたから、まあバースどこも行かないのにね。うん、ほんとついてくるやついいんだよ、よく分かってないけど、なんかほんとついてくるやつおるんです。なんか適当にチャレンジこなす、デイリーこなしよったら、いやそういうゲームじゃなくて各自それぞれやっていくゲームなんや。会話チャットがないのにどうやってこれでやりくりしてるんだっていう。出てけーという意味でいいコマンドだし、説明できねえから、こうした方がいいよも言えないから、無言でドリルで刺すぐらいしかやることない。なんかあれやね、でもあのプレゼントはプレゼントは受け取るんやね。とかしっかりして、うん、あー音カエルのバカ、最地獄よ、最地獄は上で、上から越える、ちょっともできず、うわー、押しちゃうんだ、閉じて、乗り込んで、はい、あ、落ちたらダメなんだ、エクストリームだから、やういな、今今危うった、危う、変な揺れ方しよった、もうなんかもう、あ、真ん中から行きゃいいのに、あ、忘れてた、真ん中の存在よ、敗退、ほら、ほんと1戦目、1戦目が勝てねえな、うん、ねえな、
次にやるか。おもろいなこのゲーム。あ、またイクソリムやる？やろうぜ。いいよ。一回ぐらいクリアしよう。お、でクリアできんで今日開催になりそうや。みんな思い思いの切れ方をして終了。あ、そうそう、お兄ちゃん、あのチヌレバッシュミニガンっている？ヴァンパイアバッシュ欲しい。チヌレバッシュいるか、ちょっと威力試してえな。どんだけ威力出るか。結局俺チェーンソーとか作ってたんだけど、バッシュミニガンがやっぱ一番減る気がする、うん、数値は少ないけど回転数がすごいから。あのあれよ、何やったっけ、チェーンソーとかオートアックスって FPS 画面しないとダメよ。いやだ、いや、うん、したらどんなの。ああ、抜けるの忘れてた俺も。ヒット数が倍になる。え、ぶっちゃけそうじゃないと戦えないから、 FPS 専用武器がある。やんない、一生懸命チェーンソー改造してたのに。うん、だからもうやめて、俺はミニガンで行くって思ってミニガンを作って。ミニガンはね、ウルトラが弾が嫌なんよな。うん、だからで、ね、拾わないシステムが欲しいんだけど、ウルトラ5ミリ捨てる、オート捨てるコマンドがあったら絶対やるんやん。ごめん、今帰ってきました。敵が弾を落とすシステムやめてくれんかな。弾余っとるやろこのゲーム。普通弾を売ってそうやり取りでも商売がなら成立せんもん。普通にやったら弾が増えていくっていうふざけたシステムだから、うん、今はね、上の方は弾困る理由がなくなったもんね。でも新規で始めてサブキャラ作ったら弾はめっちゃ足らんよ。殴れほら、ベニア昨日入ってきたやつもスキーソードでガンガン殴ってたよ。いいね。俺が8割方打って減らして待ってたら、ね、よく考えたら半年ぐらいみんなエクスカベーター来てやるクイーンが押してくるの待って、降りてきたらみんなハンマーでボコボコ殴って、もう原始人だよな。あわーとか言いながらみんなでボコボコ殴って降りてくるのずっと待ってる。そうやったね。そうやったよ、弾打つやったのがいなかった。もったいないから、もったいない、まあ、弾持ってないからみたいな。バッツとかのそのやりくり的に全然もうその血濡れとかの概念がなかったからさ、一番ダメージ出るのがそのハンマー、スーパースレッチハンマー。それでさすらボコボコ殴るっていう、わーとか言いながら、当たれーついたからバッツで殴る。唯一金持ちみたいな人が多分バラも入ったぐらいかな。あとみんな原始人。はいはい、この前のバグでガトリングガンが3発しか出ないのやった、うん、ガトプラとかが3発しか出ない。やったけど先にちょっと情報知っちゃって、あれ持ってるカートリッジの数出るって変な仕様やったやろ。そうそうそう。たまたま80個ぐらい持ってるから今80個ぐらい。あれで一回マジ死にかけてさ、コロッサスやってて、コロッサス行ったら弾が出らん、弾づらみみたいな敵にボコボコ、俺めっちゃかっこ悪い死に方だったの。あれみたいな感じ、弾がリロードして打ったらパス音しか出なくてさ、何回もリロード始めるやつ。ガトレザーでいいかってガトレザーやってもパス音しか出なくてさ、なんでたまたま外れの2つ選ぶんだって気になる。ガトプラが悪いんだろうなと思ったさ、ガトレザーでいいやろうと思ったら、ガトプロとガトレーザーが悪かったって奇跡やからね。ここ真ん中のあのそこの行き方分かった。ヘッドスライディングでなんか頭滑りすればなんかプロペラ当たらんっぽいよ、中のやつちょうど目の前で着地して頭のズズズっていう滑りでプロペラくぐればいいって感じ。ダメになる、ダメだった、落ちた。あ、落ちた、マジで落ちた、ゴミーン。早く、あ、いけた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 、頭がスーってなればいいらしいよ。これチーム名とかかけりゃいいのにな、ペンギンクラブとかやるのに。ペンギンクラブは昔のエロ本だからダメです。いいやろ、ひらがなやったらいいよ、ひらがな全部ひらがな。ペンクラっていうのは
僕も3回ぐらい買ったことあります。エロ漫画です。エロ漫画雑誌です。片足だけ黒や。二足か、すごいな。二足だもん。すごいなんで黒い足なんやろ。ほんとだ、すげえ。かっこいい。で、あ、こいつしか残ってないじゃん。支援工具。UFO ワン。そしてクリア。突破。やりました。今日の隣がなんか白いウィングマンやな。ハッツンとハッツンのあのレインボーマンと相性良かったの。頭に羽マンや。頭に羽マン。じゃあソニックヘッジホッグのステージがあったよ。コイン取るやつ。びっくりした。初めて見た。コイン取るやつか。あの、ほんとソニックのコイン。ちっこいコイン取るやつ。悪いな。落ちるやつやんけ。ああ。俺はここ好きだけど、あと、あれ、ゴーキのコッシュもあったっけ、前から。ゴーキ。覚えてないなぁ。タミーとリュウはあったよな。うん。さっきやってたゴーキがおったよ、ゴーキコッシュも。いい覚えてる。なんかもうねぐらいモスラがいる、モスラが。モスラも落ちてたぞ、モスラ。やべやべ。ああ、落ちた。ごめん。ちょっとあの三角ジャンプに向きになったら、そのまま下のスライム早いぞ、ハッツン。やべえぞ、すぐ来たよ。うん。これは急いでいかんと。明日苦手なんじゃ、こいつ。俺一番苦手。ペンギン二人が揃った。ペンギンズ。おバースペンギン。お、行った。あー怖い。飛ばされた。飛ばされた。戻っていった。もう大丈夫やろ、ハッツンは。これは騙されんきりや。あ、ま、なんかバナナに捕まれとるな。バナナかやるよな。バナナやべえな。どっけろよ。バーカ、バナナバーカ。ハンマーでいいんじゃないそこ。まあ、いっか、安全策で。あー、なんでロッチみたいな。開けますよ、通りますよ。ダイムル、あ、はい。通りますよ、風通しますよ。はいはい。あ、通った、さすが。え、ダメ。じゃあ俺と2人が一体、もう2人、俺ともう1人が落ちたってことか。ああ、4人やった。4人やったから。ルーパールーパーで出てきた。ほぼほぼ決勝やしない、4人は。素直に遠回りすればよかった。いいよ。お地玉もらったよ。おさい銭ベルト。もう一個ブラストボール祭りがあるけど、それやる。ブラストボールが多分連戦であるやつ。楽しい。行くか。さっきのボカンボカンになるってやつよね。そうそう。まあまあ一回行ってみましょう。もう二度と来るかーってやるの。あら、大丈夫か。このベルトあれ下水な。ゼニゼニ。まあ縁起物やな。ゼニゼニ型のポッツァンか。ゼニペンギン。確か六文銭ぐらい。
6なんじゃないのちゃうの表さん裏さんね。あ、そうだ、6問ちゃう。まだです何言うてるんやな、世の中ゼニティセニーさん、ダブル6問戦デニペンギン捕まえたくな。6問だけ取ってペンギン捨てられるパターンやろな。ああもうなんかその六文銭そのペンギンと思い出したけど、江戸時代にこう犬を伊勢神宮にお参りさせるときにさ、なんか書き置きを胸にも袋に詰めて首にぶら下げといてさ、この子を伊勢に連れて行ってあげてくださいって言ったら、なんかその伊勢に向かってる人たちが連れて行って、本当に連れて行ってくれるらしいよ。どっからでもお金も多少入れといて、すごくない？伊勢目が向かってる人たちがそれをその犬見つけて、そういう犬がいる、犬のなんかそう本人はもう足とか怪我してもういけないから犬に託してるらしいんだけど、この子を伊勢にもあの行ってなんかお札もらってきてくださいみたいな言ったら、ちゃんと一緒に旅して、うん、伊勢まで行くらしい。で戻ってくるらしいよ、ちゃんと。すごくね、帰ってくる、うん、袋お金とかも逆に増えてたりするらしいよ、ちゃんと。なんか逆に入れて、うん、あのもらってた、頑張って、うん、そうそう、発車で発車できてください。江戸時代すげえな、単独とかにも襲われねえのかなと思いながら。私は戻ってこない、アホ犬もいたやろ。俺とパターンバッ落ちた、大丈夫。落ちねえ、もうすぐ。あー、落ちろ、落ちろ、落ちろ。危な、危ねえな、結構まだ。結構爆発が強えな。ワンチャンやられる。落ちろ、まだこの広さで落ちると思わなかった。よし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 、爆発多すぎ。危ねえぞ、このゲーム。危ねえ、危ねえ。でも面白かったな、ちょっと波乱多すぎ爆発力思った以上やった。いやこれぐらいの方がいいよ、うん、ボンバーマンね、縦横ラインでボーンっていいみたいな。ゴールガイルボンバーマンバージョンやりていいな爆弾あの投げていく、置いていく、ボンバーガールをやってください意外とインカム良かった、ボンバーガール。さすがこっちでプレイする人ですから。さすがにあと PC か何かでやり始めたね。てか電気代やべえから、ゲーセンやべえぞ、まあまあ、MGM やってるんだっけ、もう終わったんだっけ。 MGM は終わった、もうゲーセンマジで電気代やばい。ニューボール値上げするって言ったのに、うん、プレイも300円とかで、プレカとかトークン貸し切りとかにして、多分寝カフェみたいな感じにせんと多分無理やろ。クリップ、都会のゲーセンとかちゃんとカードでピッてやるやつあるけど、あの機械仕入れるだけでも多分相当金取られるからね、クレーカーの認証システムだから。結局寝カフェみたいに何時間ねとか言って買ったのに、結構やらんと無理や。え、アイスソース快活に負けないようにソフトクリームとポテト食い放題。ああ落ちた、吹っ飛ぶなー、超いたんだけどなー。お、6000ゼニペンギンがあざとく生き残ってる。あ、投げた、投げたままお生き残る。あ、うん、嘘でしょ、なんで落ちるなぜ押されてもないのに落ちるボタンを間違えましたクーを掴んで巻きました。快活クラブが強えよ。
ポテトがうまいよ。ソフトクリーム食い放題、ポテト食い放題なんか俺ずっと言えるよな。夢の国やもんな。それを入れる皿が小さいからもう俺月食5、6回行くの。回数で。クソ盛りに、うん、クソ盛りで5、6回行くから。もう行ってないけど、コロナのせいで。あれ？キャンセルされたってこら。うん、ごめん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 。同時に何やったっけ？メニュー変えたらなるわ。たまたま押されてしまう。見つけましたね。これバグ発生の温床ですね。うん、最悪通報じゃない。この画面になると同時にあのメニューを変えれば。出ました、 2D 出ました。 2D めちゃくちゃミスドが食いたい。近所にないんですよ、ミスドが。確かにそう、ヘリオンもな。ミスドのドーナツが一番甘くなかず、この美味しいじゃん。甘くないのがいい。セブンちょっと甘いよな。なんか2個ぐらいでもうウェップってなんだよな。クルーラー食いたいね。クルーラーがいい。クルーラー甘くないの。ファッションがいいな。トンデリングもいいな。これ別に甘いの買わなくてもなのはやけど、あーアップルパイ買ってしまいました。アップルパイうまいの。俺最近甘くないアップルパイすげえうまいんだって。美味しいの。美味しいから。そうそう、変にね、なんかね、ジャムとかね、蜂蜜とかなんか甘くされてなきゃいい。甘いの嫌。なんかリンゴの味だけでいいよ。甘いリンゴの味さえ楽しめるよ。なんかリンゴデニッシュでも俺構わんから。お前砂糖塗りたくっとるやろそれみたいな。これリンゴの意味あるかみたいな。学生うんリンゴの甘みがいいんだよね。そうそう、リンゴのほのかな甘みでいい。あと焼き芋もさ、今あの蜜みたいなやつが流行りじゃん、ドロドロの。あそう、ね、俺あれ嫌い。 あれよりももうパッサパサのポッサポサの方が好きなんやけど。あバカバカバカ、あいのバカ。おうそ、誰どうした、ペンギン。なんで速攻さ、反対から踏めばいいじゃん。そうそう、そっちから踏めばいいじゃん。あれ勝手にあれビヨンビヨンなるんやったっけ。いや踏んだらなる。たまったらビヨンってなる。誰かアホみたいに誰かが踏んでるみたいな謎な状況で。いや誰かみんなたかってたじゃん、ランカーから。だから変に外れて、表からいかんと。あれなんか2人3人同時に乗ると変なジャンプで死んじゃう。挙動がおかしくなるから。乗り一人で乗ろうと思って待ってるから、バカみたいに乗り上がってよ。隣のジャンプ台飛べるんかな。いけないんだっけ、横飛びとか。どうなんだろう、危なさそうか。嫌い。あら。あのこれじゃない、じゃあもう一個の方のなんかサーフボードのやつあるじゃん、ホバーボードのやつ。あの宇宙っぽいやつ。宇宙だっけ、普通にみたいな。これが宇宙じゃん。いや星とかが飛んでくる。そう飛んでくるやつ。それでなんかあの途中であのスローになるとかあるじゃん、デューンって、うん、あそこでさ、ちょっと俺足に引っかかって変なジャンプになってさ、変な落ち方したらこうボードに乗ってる人に俺がぶつかって、ボードにのその人落ち、目の前から落ちていってさ、すげえ気まずかった。俺変な落ち方して突き落としたみたいな感じになってさ、すげえ気まずかった。やべ俺が落としたみたいになってる。チーターみたいな感じ。ちょこちょこ掴んでくるやつ。これ先行った方がいいやつか。
どうなんだろうね。感電さんね。うわあ、危な。お、耐えた兄ちゃん発見。あそこ突き落とされたらアウトや、死んでたの確実に。一押しで死んでたの。あパカパカ。逆行くぜ。レンカ判断。もういけんのかな。いけないよね。ああちょっとハンマー来た、ハンマー来た。危ない危ない危ない。ちょこのハンマーちょっとやばいです。やばいやばいやばい。クソハンマー、クソハンマー。わしがいける。ちょなんやねんこいつ。いけるのこれ。いけ。おお、ナイトさん1位だ。いけるよ、勝ち。ワンツーフィニッシュじゃん。いける。まさに一番最初の人はいける。油断じゃん。逆に2位、3位がつらい、あそこ。もう一歩目が1個しかないから、無理できないんだ。おお、3人とかあんの？決勝やろ。これそんな落ちる？優勝あの水色がつったら。そうそう。恥ずかしい。だからどっちかが掴んであいつそいつ落としたんやろ。よーし、ムカついろ。で二人落ちていく。ピュー。よーで俺と兄ちゃんが掴み合って、ああ。あーこれか。ああ。落とせんな。でも邪魔できる。じゃダメだ。掴めるから。わざわざでも動画公開してね、そうそう引っ張って二人作戦で二人がかりの弟なんかもうとてもじゃないが最低だよ。最低の動画だよ。炎上だよ。ご縁二人で開幕落ちて優勝する。その水色。いやもうやるだけやらいい。相手が掴んだら攻めよう。普通にやって。まさかそうだ、最悪や。うん。危ない危ない。早くもタモト。ペンギンがやったことなんで。まさかこいつの2人が組んでるとは。いやこの2人グループは昼間いて六門戦、青六門戦。六門戦も昼間いて。嘘。ああ、やばい。追い詰められちゃう。超。やばい超。助けて。やばいよ。ここ。あ、団長が。団長死んじゃう。そうか。もうこれ完璧封じられたもん。あーやばい。頑張れー。床がいい感じに抜けおるなー。あ、やってきた。ちょやればよかったな、この卑怯なやつなら。やばかったなあ。落ちれた。これはめんどくせえな、多分。ただ終わらんやん。変な引っ掛け方させられると思う。ジャンプした瞬間足つかまれてもつれて落ちるとか言うから。一か八か。やめなさいよ。落ちたぞあいつよ。おお、優勝。まさか6号さ。別にこついことして落ちていったの。こついことするやつが落ちるんだよ。ジャスティス。ジャオス正義が勝ったな。いやー珍しいな。ガチガチや。不正なし。これでクリアしたことめったないよ。いきなり3人なのがひどいよな。まあ3人なのがいいかもな。ストはーい。昨日のデイリーやってんの、ヒロヤンは。これ昨日のデイリーっていうと2時にならんと更新されんの。軽くこなしてる。2時か、ちょうどいいのか。やってるけど、ちょうど2時だから、うん、気にしてない。
いるよ、なんかゲームプレイ中になってるんですよ。どうでもいいやろ。スクショ撮る。そりゃ、噛み締めたん、めちゃめちゃスクショとか、ログアとか、ムービーアップしてるし。一応、そうする急に俺が、今までね、やらないと、かたくなにしてたら、ツイッター始めた。いや、TikTok 界。TikTok 界のじゃどうしよう。ショート動画の鬼のように上げてた。それがバズってたらどうしよう。明日 2月から、ね、バズったら泣くわ。犬ら食べます。100万票制収益化始まるから2月から。ちょっと、ああそうなんや。急に始めたす。ゲスな。でも収益どうすんだろう。億再生とかあったりするかな。ショートってなんか再生数がおかしいからね、短い分。あまあ面白かった、ずっと見続けるとかあるしね。スライドしてくれんとダメなんやろ、うん、ショート動画の合間に CM 挟んでそれがお金になるみたいな。え、じゃあ TikToker が、あれか、職業 TikToker っていう理論ないや、うん、TikTok はどうやってお金もらえるのやろな。あれ多分名声なだけだと思う。あとそこから仕事が入るとかだと思う、うん、名声。名声だよ、名声。結局 YouTuber や芸能人が参戦してみたいな。あ、その人と回転寿司に悪くしてるやつ多いらしいからな。あーなんかやべえよな。5年前に流行ったことまたやりよるっていうやつ、正気なんやろな。コンビニテロもな。ポテト食いよったもんな。受講生が佐賀県や、佐賀県だ。そっか、しょうがない。周りが怖くない。でやれるちゃう。殺された世界だ。そいつらの子がなんか被害者ぶってる。憔悴してるみたいな。いや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 、お前が被害者、お前が外者なんだ。憔悴したいのはこっち店側だよ。急にバイト募集みたいなといけんってなって。3人ぐらいクビにして3人募集みたいな。地獄や。あいつあそこはポテト食われるから買うのやめようって言う。ああそう。ポテトあり、はい、ちゃんと入ってますかねって勝手にいじられるよね。指入れたでしょこれ。ちょっと あります。揚げたてでしか言われないんだよ。お、クリアうまい、かっこよかった。揮発痕が 98%。 あ、クリア、ストップフィニッシュ。いや、本当にめちゃくちゃでも言ったもん勝ちの世の中怖いわ。いい回転寿司はかわいそうよな。あれ回転しなくなったんでしょ、この店。あ、そうなんだ。あの寿司2つ、2貫2貫皿に並ぶじゃん。1貫だけ食うやつがいてさ、うん、人の注文のやつ最悪よ、はいはい、わさび入れたりとかさ、戻ってないやつに寿司が回転寿司が襲われる。まあまあいたずら心とかもわからんでもないけど、そのねやっちゃいかんし、取ってもいかんし、見せてもいかんし。仲間うちならいいよ、仲間うちならやっていいよ。これそれ俺のみたいな。死ぬほどわさび入れて。でも多分行き飽きて、なんかそう行き飽きて多分やっちゃうんだろう。多分回転寿司なんか飽きてんの。あ、そう。バズるやろと思う。バズる発射。いやいやいや、多分ちゃんと罰与えればいいだけよ。鼻にわさび詰めるとか。鼻わさび。いや、腕を焼きつけ、腕を折ります。中国式やん。名前こして腕を折ります。中引きずり回しの受け。折った後鼻にわさび詰める。で先の方が痛いって死ねる。わさびなんかどうでもいいよ。わさびどうでもいいわーって言うね。多分手とかなくなった。わさび詰められながら逆エビ固めされる。うん、あの腕を取るも藤原君長に折ってもらえれば逆にやるやつ出る。本足鈴木からの鼻わさび。一発で出てもうしんどいやん。餅つきみたいにこう両方交互にされる。もうやるみたいな。ギブアップって言うの。最悪それ目当てにやるわな。ご褒美になっちゃう。ニコニコしながら。
手失調。行く人行くな、危ないな。危ねえ、落とされるからさ。危ねえ。飲みくちゃになってるのが一番怖い。危ない危ない。あ、やべやべやべ、あ、危ねえ。なんか足入れて動きよるからな、予測できねえんだよ。あなた、ちょっと危ねえ。ここまた復活するんやけど、うん、そうそうそう、マジで。まあ、焦らんでいいよ。危ない危ない危ない。ハンマーが。ああ危ない危ない、あ、間に合わん間に合わん。俺たちの巻きは昼やん。待ってー待ってちょっと待ちすぎた。ハッツンハッツンかかっとく。反対反対、そっちそっちそっち、いけいけいけ、反対、左左左、止める止める、左、あ、空いたりする。あ、うん、真ん中まと真ん中まと、あと左ガラ空きやった。誰も行ってなかったから二段ジャンプできたい。逆に行く間に行きそうやなと思った。移動しよう。真ん中ちょっと悩むで。いや終わり。わさびわさびトーク。そう、いやいや、もう罰厳しくするしかないんで、本当に指落とすぐらいでは鼻のわさび。そうせやんなくなる。アームブリーカーと、でも冤罪でアームブリーカー食らう人が絶対出るから、そして問題になる、ね、よし、うん、暑いで。ポテトみたいにしてやろうか。揚げたてみたいにしてやろうか。揚げたてにしてやろうか。